皆さんこんばんは。こんばんは。どうも、菊池家リビングシアター、今日は第2回目の、はい、ようこそいらっしゃいました。いらっしゃいました。この間ね、先週1回目、無事に、なんとかね、たくさんの方にご覧、こちらのね、予想以上にたくさんの方にご覧いただいて、いや本当に申し訳ありません。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に、まあまあ、楽しんで、ね、いただけたみたいで、ありがたいですね。はいはい、で今日はまあ早速、2回目なんとか参りました。ね、はい、はい、で、まあ、早速なんですけども、今日の作品はですね、芥川龍之介さんの千人という作品をお届けしたいと思います。はい、はい、こちらの作品は、1922年、大正11年、に書かれた作品となっております。まあ10分15分、そのぐらいかな、12、3分、ぐらいの、まあ、まあ、短い短編の小説になっています。まあ、芥川龍之介さんをね、皆様よくご存知で、短編もいろいろと面白くなってますけども、千人ご存知でしょうかね、楽しんでいただければなと思っております。はい、それではじゃ早速行ってみましょう。どうぞ。皆さん、私は今大阪にいます。ですから大阪の話をしましょう。昔大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったかわかりません。ただ飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは口入れ屋ののれんをくぐると、キセルを加えていた番頭にこう口の世話を頼みました。番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。番頭はあっけに取られたようにしばらくは口も聞かずにいました。番頭さん、聞こえませんか。私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。まことにお気の毒でございますが。番頭はやっといつもの通りタバコをスパスパ吸い始めました。手前の店ではまだ一度も仙人などの口入れは引き受けたことがありませんから、どうか他へおいでなすってください。するとゴンスケは不服そうに畜産の桃引きの膝をすすめながら、こんな理屈を言い出しました。いや、それはちょっと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんには何と書いてあるとお思いなさる。よろず口入れどころと書いてあるじゃありませんか。よろずというからは何事でも口入れをするのが本当です。それともお前さんの店ではのれんの上に嘘を書いておいたつもりなのですか。なるほど、こう言われてみるとゴンスケが怒るのももっともです。のれんに嘘がある次第ではありません。何でも仙人になれるような方向口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。番頭はとにかく一時逃れにゴンスケの頼みを引き受けてやりました。がどこへ奉公させたら仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなぞは分かるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけて行きました。そうしてゴンスケのことを話してから、いかがでしょう先生、仙人になる修行をするにはどこへ奉公するのが近道でしょうと心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやり腕組みをしながら庭の松ばかり眺めていました。が番頭の話を聞くと、すぐに横から口を出したのは古狐というあだ名のある狡猾な医者の女房です。それはうちへおよこしよ。
うちにいれば 2,3 年うちにはきっと仙人にしてみせるから。さようですか。いや、それは良いことを伺いました。では何分願います。いや、どうも仙人とお医者様とはどこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。何も知らない番頭はしきりにお辞儀を重ねながら大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたままその後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、お前は何というバカなことを言うのだ、もしその田舎者が何年いても一向戦術を教えてくれぬなどと不平でも言い出したらどうする気だと忌々しそうに小言を言いました。しかし女房は謝るどころか鼻の先でふふんと笑いながら、まああなたは黙ってらっしゃい。あなたのようにバカ正直ではこの世知辛い世の中にご飯を食べることもできやしませんと、あべこべに医者をやり込めるのです。さて、あくる日になると約束通り田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行獣でも見る時のようにじろじろその顔を眺めながら、お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだと不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、あ、いや別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら太后様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば人間というものはいくら栄養栄華をしても儚いものだとそう思ったのです。では仙人になれさえすればどんな仕事でもするのだろうね。狡猾な医者の女房はすかさず口を入れました。はい、仙人になれさえすればどんな仕事でもいたします。それでは今日から私のところに20年の間奉公をし、そうすればきっと20年目に仙人になる術を教えてやるから。さようでございますか。それは何よりありがとうございます。その代わり向こう20年の間は一文もお給金はやらないからね。はいはい、承知いたしました。それからゴンスケは20年間その医者の家に使われていました。水を汲む、薪を割る、飯を炊く、拭き掃除をする。おまけに医者が外へ出るときは薬箱を背負って供をする。その上、給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は日本中探してもありますまい。がとうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように紋付きの羽織を引っ掛けながら主人夫婦の前へ出ました。そうして陰銀に20年間世話になった礼を述べました。ついてはかねがねお約束の通り、今日は一つ私にも不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。ゴンスケにこう言われると、並行したのは主人の医者です。何しろ一文も給金をやらずに20年間も使った後ですから、今さら戦術を知らぬなどとは言えたぎりではありません。医者はそこで仕方なしに、仙人になる術を知っているのは俺の女房の方だから女房に教えてもらうがいいと、そっけなく横を向いてしまいました。しかし女房は平気なものです。では戦術を教えてやるから、その代わりどんな難しいことでも私の言う通りにするのだよ。さもないと仙人になれないばかりか、また向こう20年の間お給金なしに奉公しないとすぐに罰が当たって死んでしまうからね。
はい、どんな難しいことでもきっとしとげてご覧に入れます。ゴンスケはほくほく喜びながら女房の言いつけを待っていました。それではあの庭の松にお登り。女房はこう言いつけると、元より仙人になる術などは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができない時にはまた向こう20年の間ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くとすぐに庭の松へ登りました。もっと高く、もっとずっと高くお登り。女房は縁先に佇みながら松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織はもうその大きな庭の松でも一番高い梢にひらめいています。今度は右の手をお話し。ゴンスケは左手にしっかりと松の太枝を押さえながらそろそろ右の手を離しました。それから左の手も離しておしまい。おいおい、左の手を離そうものならあの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下には石があるし、とても命ありゃしない。医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ左の手を離すのだよ。ゴンスケはその言葉が終わらないうちに思い切って左の手も離しました。何しろ木の上に登ったまま両手とも離してしまったのですから、落ちずにいるわけはありません。あっという間にゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は松の梢から離れました。が離れたと思うと落ちもせずに、不思議にも昼間の中空へ、まるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんか。どうもありがとうございます。おかげで私も一人前の仙人になれました。ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると、静かに青空を踏みながらだんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。医者夫婦はどうしたか、それは誰も知っていません。ただその医者の庭の松はずっと後まで残っていました。何でも淀屋辰五郎はこの松の雪景色を眺めるために、夜かかえにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。またまた、いやお疲れ様でした。本当ね、お疲れ様でしたね。じゃあまあとりあえず乾杯。乾杯。ああ、美味しい。これですね。いや今日一段と美味しいな。やっぱりね、うん、まあ、長く読んだしね、はい、今回はね、私がメインで読ませていただきました。やっぱり美味しいですね。美味しいですね。ちょっと喉も少しちょっと枯れ気味かもしれませんけど、仙人芥川龍之介、うん、いかがだったでしょうか。はい、芥川龍之介はね、いろいろと短編もね、短編の中にもいっぱい書いてるよね。いっぱいね、書いてあってね、有名なものがたくさんあるけれども、うん、この仙人っていうのは知ってた、うん、いや、あのね、名前はもしかしたら聞いたことあるけど、多分し読んだことなかった。そうだ、面白い、うん、あの仙人になる、なりたい話っていうのは、うん、あの有名なんだ、都市春。ああ、都市春はもうね、あれはね、これはもうあのすごい教科書とかに載ってる、載ってるのかな、うん、あのね、知ってる人も、ね、多いと思うんですけど、うん、まあ同じね、仙人を扱う作品でもこっちの作品はね、知らなかったね、うん、こんな作品があるなんてね、うん、でも仙人好きなのかなって感じですけど、なんか興味あったのかもしれない。なんかあったのかな、仙人
のそういうねお話がまあいくつかあるっていうところね。なんでこれにしたの？いや芥川龍之介の作品は、うん、ちょっとねやりたいなとは、まあそういう短編でやっぱりたくさんね有名な作品があるんで、その中で何か、うん、面白いあまり皆さんが知らないようなことないかなと思って、うん、ここ1000人という話、まあ、ちょうどね我々2人でやるにも、まあ、ちょっとやりやすいかなというか、うん、ちょうどね、作品としていいかなというお話だったと思うの、ん、で、まあ、なかなかなんだろうウィットに飛んでる。なかなかね、うん、僕そう来るんだっていう終わり方がね、いや結局慣れません、でも慣れませんでした、じゃあちょっとお話としてはね弱いかなと思って、これどうなって終わるのかなと思ったら、まさかの本当に1000人になっちゃったっていう、この終わりがちょっとね意外だったかな。そうね、うん、これね、まあ多分その読む人によって解釈が様々、その前に目の前に何かちょっと、そうでした、なんかちょっとこれ何かな、美味しいものが、これね私の実家 の、はい、新潟の母がですね、うん、タケノコの煮しめを送ってくれました。なんと、まあ、他にもいっぱい送ってくれたんだけど、まあ、季節のもので、うん、もうものすごいね、1日に2か所ぐらいからタケノコをいただいて、どっさりとそれで作って送ってくれました。なるほど、なかなかね、まあ、もう帰省もできないし、うん、だからね、気を使って送ってくれたんだよね。いや本当にありがとうございました。ちょっと食べてあ、食べながら、いいのかな、食べながらいきましょう。すいませんね、すいません、皆さんもね、もう食べて飲んでくださいね。ちょっと食べの方、やばい、やばい、うん、いや、これはたまらんね、おいしい、お前がおっしゃってるに愛しようかな、美味しい、タケノコに、しいたけに、うん、ホタテとか、うん、あと切り干し大根みたいな感じとか、としめじとニシンかな、ニシン、これいい味でね、これ美味しいわ、ね、うん、いろいろ入ってます、いや進むね、これ進むね。あ、すいません、なんかちょっとね、脱線してしまいまして、話途中ないの、それで何だったっけな、あ、そうこの話の、うん、まあ、その解釈、うん、多分ね、いろいろ、そう、さっきね、意外、最後、まあ、意外な終わり方っていうことだったんだけれども、多分ね、これ解釈の仕方が読む人によっていろいろだと思うのね。なるほど、うん、で、まあ、一つは、今言ったようにこう、なんていうの、ずっと頑張って、うん、まあ、こんなね、まあ搾取されるようなことが20年間もあったわけですよ、それでも20年間真面目にこう働いていれば最後は1000人になれる、うん、いいことがあると、ね、だからまあそうコツコツ頑張りなさいよと、うん、そうすればいいことありますよっていうような、まあよく考えればね、うん、まあ、そういう解釈も、うん、できると思うんだけれども、でもね、なんか俺としてはね、そんな芥川龍之介ね、うん、そんな普通のいい話書くかなっていうね、まあ、確かに、うん、1000人になれましたって言ってるけども、まあね、なんか俺としてはやっぱりね、あれは落ちて死んじゃってんじゃないかなって。ああ、なるほど、そう、まあ、1000人になれましたとは言ってるけれども、うん、まあ、実際は落ちて、うん、死んだ魂が登ってきて仙人になれましたって言ってるんじゃないかなと思うわけさ。なるほど、うん、そうか、だからどっちかというと、うん、こう、20年間も搾取されて、我慢して来たけれども、うん、結局浮かばれなかったっていうか、なるほどね、そういうお話、うん、今のね、現代に置き換えてみると、うん、あれさ、よろず口入れどころでしょ、あいつは。要するに今で言えば派遣会社みたいなもんね。そうね、派遣会社だね、昔の派遣会社みたいなもんだよね、うん、だから派遣会社でもいろいろこう問題になったり、まあそのね、働き方なんでいろいろ問題がある、ちょっと真面目な話してるとかね、まあまあいいですね、そういう派遣、今で言えば派遣会社みたいなところで、うん、皆さんこういろいろと保証もなかったり、一般のね、正社員の人と比べていろいろと、まあ、条件が悪かったり、いろんな、まあ、もう社会問題になっているところもあるでしょ、あるある、そういうところともダブルなの、うん、いわゆるブラック企業ってやつでしょ、ブラック企業で一生懸命20年も働き
ってきたのに、結局最後過労死じゃないけど、なるほどね、浮かばれずに理不尽な死に死を迎えなければならなかった人の話っていう風に俺は思ったんですね。そう捉えると、うん、まあ、いかにも芥川さんらしいというか、そうそうそう、まあ、そんな感じですよ。そうそうそう、私はね、あの、いや、まあ自分がやったからっていうことでもないけど、うん、やっぱりそのほら、医者の女房、うんうんうん、まあ、そっちの立場からすると、うんうん、まあやっぱりその自分のこう思うようにね、人を使って、うん、まあ、あの嘘を言ってね、だまくらかして、でも働かせるだけ働かせて、でその最後に、まあ、あの、本当に実際に天に昇って仙人になったのかどうかは分からないけど、まあ、もしかしたら何か、なんかこうびっくりするようなことになって、まあ、これで心を入れ替えたとは思えなくて、むしろ、あ、そうですよ、私教えました、仙人になる術、はい、開けちゃって、そうそう、そうなんですよ、私ね、そういうことできるんですみたいな、なんかそういう風になって、後世この後ね、あの送っていったら面白いな、ね、医者の女房はすごくたくましい、たくましいと思って、うん、だってさ、あのね、あなたみたいに真面目なことをやってても、うん、こんなんじゃおまんも食べられませんよってあるじゃない、うん、そうそう、そうそう、だからもっとね、僕がうまくこの世の中やっていかないと、うん、そうそう、ご飯にもありつけないんですよみたいなことが書いてある、うん、まあ、言ってるし実際に、うん、だからね、まあそのなんだろう、こういういろんな状況も、困難な状況も乗り越えていくというか、そうそう、たくましさみたいなのは、すごく感じる。すごい感じる。だから今回のことも、意外と、なんかプラスに転じて、その後も、いや、あの医者の奥さんは、仙人になる術を知ってるらしいぞとか言ったら、医者も流行るでしょ。ね。意外とそうやって、暮らしていったのかな、みたいな。ダメなのはあのお医者さんだけじゃね。オロオロするわ。なんだろうね。なんだろうね、ちょっとね。で、肝が座ってない。座ってないね。ダメだね。奥さんを御することもできずに。できずに。そう。まあだからね、いろんなあの解釈の幅が ね、あると思うので、ね、うん、で、やっぱりあの芥川龍之介もそうだけど、古典と言われるものの良さっていうのは、うん、そういうところにさ、うん、あるんですよね、うん、なんか解釈が一つじゃない、うん、いろんな解釈が読む人によってできる、まあ、でも本当皆さんにもいろいろ読んでいただけるとね、うん、はいはい、いいかなと思います、はいはい、今日はそんなことで、はい、芥川龍之介の仙人をお届けしました、また来週 ね、 そうですね、また違った形で、はい、本当にどうも今回はありがとうございました。また来週でーす。また来週。